はいみなさんこんにちはヨガジェネレーション代表のミキゾうでございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日もありがたいヨガ哲学の学びということでヨガの本場インドからヨガ哲学講師長ユカ先生の登場です。はい、ナマステ。ナマステ。よろしくお願いします。どうだろうなこの動画が公開するのに間に合うか間に合ってほしい。なんとユカ先生は2024年4月中下旬にかけて なんととと来日されますということでどうだろうなこの動画が公開する、まあ本当、来週ぐらい今週もしくはそんなタイミングになってるかもしれませんけど、いよいよ来日されて、せっかく来日するんだったらヨガテスト学講座対面でありませんかということで、ヨガスートラ東京対面開催というところがありますんでね、よかったらここ概要欄に載,載せておきますので、チェックいただきたいと思いますが、ゆか先生、今日もよろしくお願いします。 はいいお願いします、はい、せっかくなんで来日前ヨガスートラの講座前なのでねスートラについて聞きたいなと思ったんですがあの、まあ、スートラにつながればと思ってちょっとまあスートラの中,中身というよりはあのヨガをねこうやっていく中で必ずこうぶち当たる言葉ヨガを始めてからまあ、どうだろうな3ヶ月以内ぐらいにこの言葉に出会うんじゃなかろうかと僕は思ってますが。はい マントラを唱えましょうみたいな,なんかあの「マントラ」っていう言葉でこれについてのなんか解説は昔関心やってもらってるとは思うんですけど、はい、なんか最近ねマントラとあの仏教でいうところのお経はいなんか何が違うのみたいな。 まあ、同じだったら同じでもいいんですけどなんかその意味とか言ってることになんか才ってあるのかしらみたいななんかその辺って今日聞く中でスートラにつなげていってもいいのかなみたいなこんな試みいかがでしょう了解です、うん、まずマントあっマントラマントラっていうのはまあ聖なる音なんですけれども、うん うん、まあ一般的にはまあマントラって割とインドで使うのであのサンスクリット語って呼ばれてる神様の言葉で神様が与えてくれた言葉で、うん、その言葉自体言葉っていうよりも音にエネルギーがあるもののことをマントラっていう風にすごいざっくりと言うとそういったものになります。なるほどじゃあチチャャンンンンググっっててなんですかいうのは唱えることを、うん なのでなので、うん、マントラをジャンティングするす、ね、なるほどね。うん、ここ皆さん知ってるようでちゃんと聞きたかったっすよね。そう思って取ってます。はい。<laughs> マントラジャンティングするっていうことですね。はい、いいですね。はい、お経と何が違うんですか？うん。まずお経ってお経ってもちろんインドからあの仏教なのでインドから来てるんですけれども、うん、サンスクリット語でなんていうかわかりますか？いやわかんないです。 例えば、日本で一番有名なものって、まあ、私の、あのー、もう仏教徒なのでよく唱えているのが、ハンニャー経っていうものがあると思うんですけれども、ハンニャー信経ももともとサンスクリット語なんですね、同じなんですね。はいうん、じゃあ、サンスクリット語の名前でハンニャー信経をんて呼ぶかっていうと,、えー、と、プラジューナ・パラミッタ・プリダヤスートラ。<お>つまり 般若心経のお経のののお部分の日本語っていうのはスートラになりまますかさ、はい、<laughs> つまりスートラっていうのは、はい、あのイコールお経でいいんですけれども、はい、それが何かっていうとお仏教であればお釈迦様が私たちに話してくれた内容を勉強するための経典っていうのがスートラになります。 これが仏教であればお釈迦様の教えなんですけれども、うん、ヨガであればヨガの先生パタンジャリ先生が喋ってくれたもしくは残してくれた教えのことをヨガ・スートラなるほどでこれいっぱいあるんですねミーマンサ哲学っていうものであれば、うん、ミーマンサ・スートラで米団体は ブラフマースートラってブラフマンについて勉強するスートラってものがあって、うん、なので実はお経っていうのはそ,のそれぞれの教えの先生の言葉を残したものになります、うんうん、面白いじゃあお経っていうものがスートラかなるほどヨガするそういうことかこれ知ってるようで意外に知れない真実 <laughs> めちゃくちゃ面白いなるほどなるほどじゃあなんだ ななんんかかかそう違いどころかイコールだったじゃないですか。そうなんですよで実はマントラもあの般若心経出てくると関係してくるんですね。はあ、でマントラを日本語にしたらっていうの分かりますかえ <laughs> えマントラ、はい、おなんだろう、はい、分からない。なんだ マントラっていうのは実は日本語で真言にあたるんですけれども真、はい、言宗ってあるじゃないですかまさにあの、まあ、タントラ系の仏教なんですけれども真言宗って、はい、マントラを使った事術を行う仏教の流派なんですね、はい、<laughs> ただこのマントラ自体はあの、まあ、仏教の人たちも特に、まあ、後世の方の仏教の人たちってたくさん使うので、うん、実はあの般若信仰の中にも出てきていて ハンニア神業の一番最後の方にギャーティーギャーティーハラギャーティーハラソーギャーティーボジーソワ、うん、って出てくるんですけれどもあの部分っていうのは実は仏教のマントラになります。はい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 。なのでハンニア神業って教えの中にこのマントラを唱えるといいよそれはギャーティーギャーティーですよっていう形で登場してたりします。うん、ああ。<laughs> <laughs> なるほど、うん。で、ヨガでいうところのその真言すなわち えー、マントラが僕らが唱えているような、あのー、あれですね、オウムガムガマガのパティエみたいな、あれですね。はい、おっしゃる通りです。ああ、面白い。皆さんいかがですか。やっぱり、こう、優香さんの説明わかりやすいですね。<laughs> なんか <laughs> もう、もうなんか、ワン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 、なんだ。あのー、比喩、例えみたいな、あったりします。なんか。こんなこと知ってますかみたいな。まだ時間がありそうだから。 もうないね、今日はシンプルに、あの <laughs> あのスートラ、ねあの、まさかのお経とマントラの違いみたいな、うん、もうお経イコールスートラですからねっていうところの衝撃と、実は神言とマントラ一緒でしたみたいな説みたいなところでね。 うやってね、なんか遠いなと思ってた言葉の意味っていうのが実は実生活の中であそれだったのっていうところにねつながるところが哲学の面白いところなのかなと思いますのでねよかったら4月20日、えー、東京で来日されるゆか先生のヨガスートラ1日で勉強しましょうという講座とても人気の講座がありますのでねよかったらこちらの概要欄をチェックしてご参加いただければと思います。はい、ゆか先生、今日もありがとうございました はい、どうもありがとうございました。それでは皆さんまたお会いしましょう。では,では。